26日ですね、松浦の方に来ました。水深がある漁港なんですけど、キスがね、いるかどうか、いるといいんですけどね。でさっきのポイントでね、竿を2本出しましたけど、全く当たりがなかったので、少しだけね、場所を移動してきました。ちょっとね、もう少し頑張ってみたいと思います。車で2時間ぐらい西の方に走ってきました。2月の初旬かなに奇数を釣って以来釣ってないですね。この間ね、ササイカ釣りの後にイカ釣りに行ったんですけど、奇数はね釣れなくて、なんかしばらくね奇数の顔を見てないんで、ちょっと釣れないかなと思って遠くまでねやってきたんですけど、どうなるか。でさっき一箇所ね、怪しいところに寄ってきたんですけど、何の当たりもなくて、仕掛けばかりね、ちょっと4本ばかりロストしてしまいましたので、もう移動してきました。で多分ここは釣れると思うんですけどね、まあ場所によるとは思うんで、まあ釣り歩きながらね、ポイントを探しながらやっていきたいと思います。では今日もね、最後までぜひご視聴の方よろしくお願いします。多分2月最後の兆候でしょうね。じゃあすいません、よろしくお願いします。朝は寒かったんですけど、今日はね日も出てきて、昨日よりはね暖かくなる予報なので、のんびりねもう釣りたいと思います。もうハイシーズンだとね、すぐ近所の車でね20分とか30分の場所で釣りをするんですけど、さすがにねもうこのシーズンはそういったところでは釣れないので、だいたいやっぱり1時間ちょっとぐらいかな。唐津近郊で、佐賀県唐津市か、唐津の方でね釣ることが多いんですけど、唐津近辺でどうでしょう、1時間から1時間ちょっとで、やっぱりね片道2時間ぐらいになるとちょっとねやっぱきついかなと思いますね。皆さんどんくらいのとこまで釣りに行かれてるんですかね。多分ね近くに海がない方とか多いと思うんですけど、2時間ぐらい多分平気で移動されるんですかね。ダメだ、トロロもたっぷり、これは釣れませんね。またねポイント少し釣ってきました。もうさっきのとこはね、右も左も手前も奥ももうトロロモがねすごかったんで、さあこんな車で2時間もかけてやってきて、坊主は勘弁してほしいんですけど、どうでしょうか。よいしょ、さあじゃあ投げていきます。ちょっとね根掛かりも怖いので発泡進化つけてます。久しぶりこの感覚。これはいいですよ。ちっちゃ。ああでもここもやっぱりトロノモがついちゃってますね。
坊主は回避できましたけどね、久しぶりだったからかな、えらく大きなキスのあたりに思いましたけど、ちっちゃかったですね。よっしゃ、あ、いい当たり入りましたよ。これはいい、これはさっきの錯覚とは違いますよ。これはいいですよ。20前後、いや、もっとあるかも。おー、たたたー、こ、こ、こ、ゴリゴリ引きますね。ちょっと上げちゃいましょう、これは。おー、なんだ、20前後、いや、もっとあるかも。おー、よし、20ないかな。多分ね、重たく感じるのはやっぱりこの藻ですね。トロの藻が絡んでね、重く感じるんですね。うわ、どっぺりついてますね、藻がね。こうやって、よいしょ。まあ、綺麗なキスですね。やりました。2月最終兆候、今日も釣れました。トロロも付き19センチですね。やっぱりキス釣れると面白いですね。あまりさびくとね、藻が先についちゃいそうなんで、少し動かして待ってる感じが良さそうですね。風が止まります。おっとっとっと、来た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 。やっぱり錆びちゃダメですね。出さないように。これは肩良さそう。やっぱり楽しいな。小さいのが見つけた。それものいいですね。3匹電掛け、イエイ。やば、爆鳥だ。大きいので19センチですね。やったー、よっしゃ。今日のタックルはいつもと同じですね。で、Pラインは1号を巻いてます。で、針は4本つけてます。今日はおっとっとっと、おお、もう当たった。おーおー、とととと、おほほ、ちょっとサイズがちっちゃいですね。うわ、だいたい距離はね、3色弱ぐらいで釣れてます。トロロもたっぷり。でもこのトロロついてきますけど、ここ釣れますね。もうね、あの、これが突き出すと、つくと大体もう釣れないんですけど、
あの、何個か前のね、動画で、あの、トロロモに注意とか、もうこれがあると釣れないとかね、あの、動画で言ってたにもかかわらず、ここは釣れてますね。よいしょ。多分ね、あの、藻に、もう針に、この、トロロモがつく前にキスがかかってくれてるんでしょうけどね。これもまあまあの方ですよ。今日はね、一応見事、トロロモの中からキスを釣ることができました。よいしょと。今日の釣果ですけど、よいしょ。ちょっとね、冬にしては型が小さいんですよね。よいしょ。よいしょよいしょよいしょ。最大がね、19センチぐらいだったかな。ちっちゃいな。よいしょと。今日の釣果ですね。8匹。最大がね、19センチと、これがもう一緒ぐらいかな。19センチが2匹。あとはね、この手のサイズですね。ちょっとちっちゃいです。冬にしては、っていう感じなんですけどね。キスのあたりを楽しむことができました。来た回がありましたね。よかったです。はい、ということで今日は、最後までご視聴ありがとうございました。またね、3月ももちろん、あの、釣れるか釣れないかわかりませんけど、キス釣りには行きますので、あの、ぜひね、あの、今回動画の方、グッド、高評価ボタンと、チャンネル登録と、あとコメントなんかもね、ぜひぜひお願いします。じゃあ今日はありがとうございます。失礼します。